来た？なんだ？お、おーやったー。大きいこれ。だから、すごいな。釣り始めて10分ぐらいでねえか。10分ぐらいだ。なあ。キラボックスだっけ？うん。3本目ぐらいでね、これ。んだなぁ。ちょっと測ってみるか。うん。うん、来た来た。おぉ、すげぇ。うん。測ってみるか。うん。そういうする。うん。何センチあるでしょうか。ちょっと待って。もう20センチあるな。なんだな。これ端っこだが。これ端だもん。ちょうどんだな、20センチぐらいだな。引っかかったが。
来た。やった。あ、来た。どうでしょうか。なんだこれ。なんだねが、うん、いいサイズなんだねが、なあ、うん。だな。ヒレまで入れて19センチぐらいかな。うん。いいサイズだ。だな。な、うん。うん。お前初めてやった。なんか、先週コツつかんだんだよな。メバルと、うん、ブラソイ、うん、黒メバルは塩焼き、ブラソイは煮付け、これちょっとつぐってきたから食べるか、まずビールで、じゃあちょっとこのヤギからいく、でもそう引っ張ってくればいいね。いいだ、いい油のって感じのこれ。だってはちょっとやりすぎるかもしれない。大丈夫。本当だ。うめ。うめ。やっぱり一晩寝かせたやるや。だって甘い。うん。うめ。じゃあ私も試食したいと思います。メバルの白焼きな。はい。ああ、身がしっとりして美味しいです。脂乗ってるやん。塩加減もバッチリ。なあ。こっちに村添いの煮付けだな。これ、この煮付けの汁さ、油を入れるもの。どんな。油乗ってるんだ。ちょっとこうつけて。こんな感じだ。うめうめ、食べてみる、うめって。じゃあ私も食べてみる。このように汁に油が浮いています。油乗ってるんだ。食べてみるわ。食べてみる。ここら辺ギブギブが、なんかいい感じ。いい味です。うめえな。いや、まだこれから、なんだ、メバルシーズン、いっぺつるな。じゃあ、窓でゆっくり食べていくか。じゃあ、そういうことで。なんか、天ぷらとか、生野菜とか、いろいろ、あと、しじみの味噌汁とか。ゆっくり食べていくか。じゃあ、そういうことで、はい。また次回動画で。